渡辺久志は埼玉県所沢市出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。東京ヤクルトスワローズ時代の登録名は渡辺久志だった。2013年よりヤクルトの打撃投手を務める。幼稚園の時に熱烈な読売ジャイアンツファンだった父親の影響で野球を始める。所沢市立若松小学校2年生では少年野球チーム。 若松三田図に入団し、所沢市立中央中学校では、市の運営する公式中学野球クラブ、所沢ボーイズに入部して2番手投手となる。卒業後は、創業高等学校に進学し、投手として3年春に県大会で準優勝を果たす。東京農業大学では、4年秋に、東都大学リーグ2部で優勝し、最優秀投手賞。入れ替え戦では、 巨人入りが決まっていた、同学年の安倍晋之助がいる、中央大学に敗れた。二部リーグ通算17勝15敗の成績を残した。大学卒業後は、NTT 東日本に入社し、4年連続で、都市対抗野球大会に出場した。2004年の社会人野球日本選手権大会では、野間口隆彦、脳宮厚史という優秀選手賞を受賞した。 2004年のドラフト会議において、新規参入の東北楽天ゴールデンイーグルスから2巡目で、指名を受け、入団。背番号は18で、同級団の初代エースナンバーを背負った。読売ジャイアンツ元オーナーの渡辺恒おと名前が一時、違いであることから、入団時に登録名を鍋爪とする案があった。2005年6月1日の対横浜戦で、プロ初登板を果たしたが、 これは先発の山村博樹が初回に1イニング4飛本塁打を喫し、1死も取れずに越されたのを受けた緊急登板だった。6月12日の対広島戦で同点で迎えた6回表1死に救援登板し、3類のルイス・ロッペスの失策で小形孝一を出塁させたが、その処方を牽制球で刺して2死とする。続く木村拓也に死球を与えるも、 木村の盗塁失敗により三種となった。その裏の攻撃で、楽天が決勝点を挙げたため、幸運なプロ初勝利が転がり込んだ。打者一人も打ち取らずに勝利投手となっているので、こんなんでいいのかなと感想を漏らした。この年は17試合に登板し、1勝2敗、防御率1.93の成績を残した。オフには、フェニックスリーグに参加し、優勝を経験した。 2006年は、監督就任直後の野村克也から、オープン戦で自分からマウンドへ行って、投資交代を告げるのは初めて、と言われるほど結果を残せず、2軍スタートとなる。8月11日に1軍登録し、当日の対埼玉西部ライオンズ戦でシーズン初、登板。以降シーズン終了まで2軍に落ちることはなかった。1軍登板は、前年より減って15試合。 防御率は3.06だった。フェニックスリーグではほぼ毎日投げ、使えるボールとして、シュートの手応えをつかみ、5試合、防御率0.60の好成績を収めた。同年オフ、駒沢大学附属とマコマイ高等学校から、入団の田中正宏に、背番号18が与えられることになったのに伴い、背番号を34に変更。2007年は、プロ入り3年目で、 初めて、開幕からシーズン終了まで一軍登録された。4月3日の対日本ハム戦から6月3日の対、広島東洋カープ戦まで22試合連続、無失点を記録する大活躍でチームを支えた。後半戦は疲れもあり、好調差を維持できなかったが、勝ち試合での左のリリーフとして、アニメ兼久と共に起用され、チームトップの15ホールドポイントを挙げた。 65試合登板はリーグサイトの登板数であり、楽天球団の登板数では新記録である。2008年は開幕2戦目にして腰のヘルニアのために離脱を余儀なくされた。手術をしなければならない可能性もあったが回避でき、6月に一軍登録されたが、ヘルニアの影響で思うような成績が残せず、登録と抹消を繰り返した。 翌2009年もヘルニアの影響からか、一軍戦当番は、わずか4試合にとどまった。2010年6月14日に、鎌田正樹とのトレードで東京をヤクルトスワローズへ移籍。背番号は鎌田がつけていた48。2010年8月10日の対巨人戦で、同点の延長11回をもって、1C12 類で登板し、古城主行を1球で三五ゴロ平殺打に打ち取り、 その裏にチームがサヨナラ勝ちをしたため一級勝利投手を記録した。28試合に登板し、1勝1敗4ホールド、防御率4.61の成績でシーズンを終えた。2012年10月2日に球団から戦力外通告を受け、そのまま現役を引退した。引退後は打撃投手としてチームに止まった。2013年 WBC に、 打撃投手として参加した。時速140キロメートル前後から半ばのストレートとスライダー、カットボール、カーブ、スクリュー、シュートなどの変化球を投げ分ける。2006年のシーズン中から2007年にかけて新球を複数習得し、大幅に球種を増やした。ありがとうございます。